はい、良い子の皆さん元気ですか？今日はゴールデンゲートパークで妖精の家を探してみようと思います。ということで早速行ってみましょう。妖精の家は地図には載ってないので、ヒントを元に探さなくちゃいけないんだよ。最初の妖精の家はミュージックコンコース広場のリアング美術館に近い方の木にあるんだって。広場の横にはリンゴ酒を作るためにリンゴを絞っている青年の銅像があるよ。下の方にはお酒を飲みすぎた子供がゲロを吐いている様子が表現されているのではなくて、リンゴを隠しているところなんだね。ないなあ、難しいなあ。ちょっと木がいっぱいあるのでおじさん焦ってきました。これは企画が没。おお、ついに見つけてしまいました。妖精の家がありましたよ。ここです。じゃーん。さあ、妖精さんの家には何が入っているんでしょうか。開けてみましょう。これちゃんと取っ手がついてますね。取っ手のドアを開けると、妖精の家には妖精さん大好き、私のところに来てちょうだいとか書いてありますね。これも妖精さんに対するお手紙で、なんかいっぱいお手紙があるね。すごい。ちょっと悪いけど読めないな、これは。これは、ああ、みんななんか妖精が大好き。I wish you a happy. We hope you have a happy life.、幸せな生活をしてください。人生を送ってくださいね。ということで、これは何でしょうか。あなたがいなくて寂しい。うん、そう。なんかいろんなメッセージがありますが。一応妖精さんは今日はお留守でしたね。月曜日だからお仕事でしょうね。妖精さんはちっちゃいからコンピューターのキーボードが大きすぎて自宅からは働けないんでしょうね。はい、ということで1軒目は終わったけれども、2軒目もあるらしいので、それも探しに行ってみよう。2軒目の妖精さんの家は日本庭園の西側で、倒れた木の丸太のところとしかヒントがないんだけれども、わかるかな。わかんなかったら困っちゃうな。あー、なんか記念碑がありますよ。この辺なんですが、どこにあるんでしょうか。ちょっとわからないですね。倒れた木。倒れた木があります。これじゃないでしょうか。あ、でもリスがいる。あ、リスさんすいません。ちょっとお邪魔していいでしょうか。すいません。妖精の家を探してるんですけれども、どこにあるかご存知でしょうか。ご存知ですか？恥ずかしがってますね。あー、ダンタガダーン。ちょっと中を見てみましょう。なんかいっぱい入ってますが、キティちゃん、それからなんか子供たちが残したお手紙が入ってるけど、サンフランシスコ、あ、俳句、それからこんなメッセージも書いてあります。サーフィング、これも入れておきましょうね。
しかしここの妖精さんは結構な酒好きなんだね。ビールやコニャックまで飲み干してるね。しかも靴を見ると足のサイズがやたらでかいね。さすがアメリカの妖精だね。良い子の皆さん、これが妖精の家なんだけれども、この家の前にある石、ただの石じゃないんだよ。これはスペインの修道院から運ばれてきた石なんだ。ウィリアム・ハーストさんという大金持ちの人が南カリフォルニアにハーストキャッスルというお城を建てたんだけれども、サンフランシスコの方にも自分のお城を建てたかったんだね。ということでわざわざスペインから修道院の石全部持ってきたんだよ。でも途中でお金がなくなってしまって、この12世紀に建てられた修道院の石はサンフランシスコ市が買い取ったんだ。このようにゴールデンゲートパークではこの石があちこちで活躍してるんだよ。良い子の皆さん、ここが妖精の家だけれども、この前にある石見えるかな。この石はストップ。この石はスペインの修道院から運ばれて。良い子の皆さん、どうだったかな、気に入ってくれたかな、それともどうでもいいやっていうような動画だったかな。とにかくチャンネル登録お願いします。それではまた皆さん、さようなら。